飲む点滴。今日は髪の毛をサラサラが、うん、今日は髪の毛をさ、か、髪の毛がサラサラになりました。ちょっと愛媛に帰ってたんですよ。髪の毛は切りませんでした。でもここはちょっと切った。あんま分からんけど、めっちゃ髪の毛黒いよね。しかもストレートパーマもかけたのでさらにサラサラです。しかもトリートメントもしてめっちゃいい。もう本当にずっとこうやってできる。そう、可愛くない？そう、眉毛と学校同じなんですよ。お、眠くなってきた。アクスタとアクリルキーホルダー、おめでとうございます。ゲリラ配信です。確かに牛乳っぽい。お疲れ様です。すごい、みんな起きてるんですね。急にしても何時ぐらい寝るの、世の中の人たちは。お酒ではありません。1時か2時。
12時。ええー、確かに今日金曜日か。いいですね、金曜日は。金曜日ってなんか一番最高よねって私は学校行ってる時に思ってました。宿題を今日のうちにしなくていいしって感じ。でもなんかそのプレ、それプラスちょっと宿題多くなったりとかするけど、今日しなくていいじゃないですか。めっちゃなんかイエーイって思ってました、ね、勉強は好きだったんですけど。でも本当にノートを新しく買った日、買った日というかなんか買ったばっかりとかの時はちゃんとしてました、宿題とかも。シャーペンとかもなんか可愛いペンとかを新しくゲットしたばっかりの日はちゃんと宿題をしてました。それを使いたいがために。58分、早っ。誕生日ますね。あつさん、ゆうゆうゆうさん、かずぽさん、じーたさん、ベンジャミンさん、サージカルさん、しんぱくさん、松岡さん、もふもふすきーさん、もちこさん、なんて言うのやろ、もあさん、ひろしさん、トンサマドラゴンさん、イエーイ、お疲れ様でした。帰ってきてからなんか片付けして12時過ぎてたらまあいいかと思ったんですけど、12時過ぎてなかったので配信始めました。って感じです。です。フォローよろしくお願いします。明日は休みなんですか皆さん。しっかり休みましょう。